オッズとは競馬でよく使われる用語ですが、勝利金が賭けた金額の何倍なのかを表した数値です。オッズの計算方法は、オッズイコール勝利金割る賭け金です。例えば100円をかけて300円の勝利金を獲得した場合、300円割る100円でオッズは3倍です。ポーカーで使われるポットオッズとは、ポットにあるチップの総額がコールするときに必要なチップに対して何倍なのかを表した数値です。ポットオッズイコールポットの総額割るコールするために必要な金額で計算できます。では実際にポットオッズ計算してみましょう。例えばポットに1000円あります。相手が500円のベットをしてきました。ゲームを続けるには500円のコールをする必要があります。この場合のポットオッズは、ポットの総額イコール1000円、ポットのチップ、プラス500円、相手のベット、プラス500円、あなたのコールです。ポット総額は2000円なので、コールするために必要な金額500円で割ります。先ほどのポットオッズの計算方法覚えてますか？ポットオッズイコールポットの総額割るコールをするために必要な金額、この公式に数字を当てはめます。ポットオッズイコール2000円割る500円で、ポットのオッズは4倍です。ポットオッズを利用すれば、勝つために必要な勝率を計算することができます。では実際に勝つために必要な勝率を計算していきましょう。今回の場合、ポットオッズは4倍なので、ゲームを続けるために必要な勝率は次のように計算します。こちらが公式になります。100割るポットオッズイコールゲームを続けるために必要な勝率、100割る4倍、ポットオッズイコール25%。もしあなたの手札で勝率が25%以上なら勝負するべきです。25%以下なら勝負すべきでないと言えます。そしてポーカーの世界だと、あなたの勝率が25%以上であればオッズに合う、勝率が25%以下ならオッズに合わないと言います。では実際にゲームの中で、ポットオッズとゲームを続けるために必要な勝率、見ていきましょう。今回こちらのゲームを利用して、ポットオッズと、あとゲームに勝つための勝率について計算していきましょう。注目すべきは、アキラさんです。アキラさん、あとチップが2枚しかありません。かなり厳しい状況です。あと注目してほしいのがサメ映画さんです。アキラさん、オールインしました。チップ2枚です。チップ2枚に対してサメ映画さん、ホールドしてしまいました。もちろんサメ映画さんの手札めちゃくちゃ弱いはずです。サメ映画さんの手札と場の5枚のカード1枚も揃っていないと思います。ただし、チップ2枚に対してホールドするというアクションは正しいのでしょうか？オッズ計算していきましょう。ポットオッズの計算方法は、ポットの総額割るコールするために必要なチップです。こちら計算すると、1024÷2イコール512です。なんと、ポットオッズは512倍です。サメ映画さん、もったいない。たったチップ2枚かけるだけで512倍もの賞金をもらえるチャンスがありました。ゲームを続けるための勝率は、100割るポットオッズで計算することができます。なので、100割る512イコール0.195、0.195% でも勝率があれば、今回サメ映画さんはゲームを続けるべきでした。多分手札が2、3、一番弱いカードであってもゲームを続けるべきだったんじゃないかな。アキラさんも2、3の場合あるしな。そしたら、ポットの半分もらえるし、あ、3人いるから3分の1。あ、まあ、もらえるチャンスはあるよね。ポットオッズが分かれば、ゲームを続けるために必要な勝率も分かります。便利なので、ぜひ利用してみてください。